公説100、物語シリーズ西公説100物語。西公説100物語は、角川書店から刊行されている、京極夏彦の妖怪時代小説。公説100、物語シリーズの第5作。妖怪マガジン、回にボリューム0023からボリューム0028まで連載された。第十四回、柴田連三郎少女小作。全四作から趣を変え、また、 死の悪言、もやぶねの林ぐらい主役を交代し、作品の舞台も髪型へと移る。人が生きていくには、痛みが伴う。人の数だけ痛みがあり、痛むところも痛み方も、それぞれ違う、大阪を舞台に、明確な悪意ではなく、それと知れず、病んだ心が引き起こしてしまうがゆえに恐ろしい事件を、描く。様々に生きづらさを背負う人間たちの業を、また、死の悪言、 林蔵が鮮やかな仕掛けで解き放つ。大阪屈指の版元にして、実は、髪型の裏仕事の元締めである一文字や、二蔵の元には、数々の因縁話が持ち込まれる。いずれも一筋縄ではいかぬ彼らの号を、鮮やかな仕掛けで解き放つのは、三行きのまたの悪友、もや舟の林蔵。猛蛇戦さながらの口先三寸の嘘舟で、もやに紛れ霞に乗せて、気づかぬうちに、 彼らを日陰と連れて行く。これで姉妹のコンピーラさんや、主要登場人物は公設100物語シリーズを参照。大阪の絹の寺屋の一人娘に縁談話が舞い込む。終わりの城島屋からの縁談だったが、城島屋の手口で店を潰されるかもしれないと大番頭が主人に進言するがはる。頭痛で目覚めたのキーグラは、 自分が3ヶ月前に倒れたきりずっと寝たままだったことを知る。しかも記憶は1年前の春以降のことが思い出せないらしい。父である兵衛から感動されたのは昨日のことではなかったのか、とさで刀鍛冶をしている女子郎は悩んでいた。何よりも大切な、親よりも国よりも大事に思っており、できることは何でもして望むものは何でも与えてきた女房が、 何かと入れ替わったかのように笑わなくなってしまったのだ。みゆきのまたいちの紹介で、大阪の一文字合相談に行くが人形浄瑠璃の楽屋で、塩屋方眼の首が割れた。こうもろな音との人形争いだと一同が騒ぐ。8年前にも同様の人形争いが起こり、人死にまで出たのだ。その真相は、酸素がご家村を、駅気が襲う。 両主により封鎖され孤立した五つの小さな村は、薬病で果てた無クの山と飢餓で動けなくなった村人がいる、阿弥教官の地獄絵図溶かす。そこに戻った菅三郎だけが鬼となって腐る死骸を集め、火にくべて燃やし尽くすが、十年後、死骸が燃やされたダビケ原で幽霊が出る。なぜ幽霊が今になって出るのかー 酒屋の売り上げの感情が少しずつ減っていることに気づく余平。傘をかぶった5つか6つくらいの可愛い男の子が2月頃より毎日通い出してからという。その子供とは一体誰なのか、津で大官書が燃える大騒ぎの後。行者姿に姿が変わったまたいに再会したおえいは、16年前に自分の妹を死なせた林蔵が再び大阪に戻り、一文字や、 二蔵の手下として動いていることに気づく。ここ最近の降雪に見え隠れする臨蔵とは、果たして、あの林蔵なのか。ありがとうございます。